こんにちは。一週間ぶりに静岡に帰ってきました、はじめ社長です。今日の動画はですね、はじめ社長、あのアニメで書いたら、どうなるのなんかたまにツイッターとかで見たことあると思うんですけども、ある人物とかアニメキャラクターを別のアニメの風に変えたら、何々風とかあるじゃないですか。ワンピース風に変えたとか、ドラゴンボール風に変えたとか、絶対ありえない作画で書きますみたいなやつが流行ってたと思うんですけども、それ俺でやってくんねえかなと思って今回ですね、何種類かのアニメの作画風に、はじめ社長、書いてもらいました。ありがとうございます。ありがとう。今回ですね、立花圭さんというイラストレーターさんにお願いして、はじめ社長をそのアニメ風に変えたらどうなるのっていうのを書いていただきました。本当にありがとうございます。アニメって結構その作画に特徴があるのが多かったんで、で、俺意外とキャラ薄いんすよね。なんか いろんな YouTuber いますけど、結構はじめ社長って特徴ないんですよ。自分で言ってもなんですけど、結構特徴ない方なんで、それをいかにアニメ風に書いていただけてるかっていうところすごい気になってるので、早速見ていきたいと思います。ではまずちょっと王道のところからいきましょうか。ドラえもん風のはじめ社長を見ていきたいと思います。こちらです。おお確かにドラえもんっぽいわな。いますね。ちょっとでもなんか若干目がラリってる気もしますが、のび太くんとかジャイアンとかそういうタイプじゃなく、ちょっとインテリ系のね、出来すぎくんの方向の人間なんでしょうね。はい。やっぱりわかりやすく白衣を着てスライムを握っております。いいですね。ちょっと知的な感じありますね。目がちょっとやっぱ、ラリってはないと思いますけど、特徴的ですね。なんか昔僕襟足長かった時もあるんで、なんかその感じですね。なんかインテリ系が出てて、よき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 。なるほどなるほど。ドラえもん風に描くと僕こんな感じになりますね。では続いて、カイジ風に描いてもらいましょうか。どうなったんでしょう。結構特徴的なんで、鼻とか多分、ヒュッてなってる気はします。こちらです。うまっ！やっぱ鼻、シュッてなってるんだな。あー、なるほどなるほど。すごいなぁ。ちゃんとね、カイジっぽいですね、確かに。すいません。僕、カイジ見たことないんですよ。続いて、ジョジョです。ジョジョね。ジョジョもなかなかその作画が濃いと言いますか、特徴的なんですけども、果たしてはじめ社長、ジョジョバージョンどうなっているんでしょうか。こちら！おぉ、すげぇ！かっこいい！え？めっちゃかっこいい。僕、片方だけピアスついてるんですけども、それもしっかり書いていただいておりますね。あ、これ割と最近の俺っぽいな、結構。え？めっちゃ気に入りました、ジョジョ！すごい！見たことないけど、ジョジョもちょっと見たことない。俺なんか、その、熱い、いい意味で、ちょっと熱い作画の絵がちょっとですね、なかなかとっつきにくいと言いますか。ちょっとまた見てないんですよね。王道系のアニメあんまり見てないんですよ。ただ、ジョジョの作画とかあの感じはわかるんで、めちゃくちゃジョジョっぽいなっていうのはわかります。YouTube の再生ボタンもバシッとありますし、いやすごいねこれ。いやなんか急にガッときましたね。素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。かっこいい。さあ続いてはドラゴンボールでございます。私ドラゴンボール大好きです。引くほど大好きです。実家で父ちゃんが漫画全巻集めてたから読んだんですけど、多分これも王道じゃないですか。ドラゴンボール、マジで多分父ちゃんがね漫画集めてなかったら俺多分ドラゴンボールなんて読んでなかったと思うんですけど、ほんとよかったです。ドラゴンボール回も全部見たんで、もうかなり好きな作品の類に入るドラゴンボールの作画こちらになります。どうぞ。なるほどですね。ポタラつけてんな。髪の毛が立ってないタイプのスーパーサイヤ人ですね。スーパーサイヤ人って髪の毛が金髪になるだけじゃなくて、その逆立っちゃうんですよ。怒りで髪の毛が。ですがこれって逆立ってないので、多分、サイヤ人と地球人のハーフとか、クォーターとかそういう類なんで。ゴデンとトランクスもスーパーサイヤ人パッとなれたんで、ひょっとしたらスーパーサイヤ人になりやすいのかもしれないんですけども、決して強そうではない。やっぱちょっと細さが出ちゃってますね。体に芯の細さが。ちゃんと胸に弦って書いてあります。いやー、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。確かにでもね、はじめ社長感を残すんだったら髪の毛逆立つわけにもいきませんし。いやーでもすごいなー。なんかやっぱ特徴捉えてますね。ちゃんと、なんか俺っぽさは出てると思います。ほんとありがとうございます。あー！これね、俺がわざわざ注文したんですよ。これお願いしますって。メイドインアビス、ご存知でしょうか？映画化もされてるんで知ってる方も多いけど知らない方もいるような気もしますけど、可愛らしい子供たちが地下に冒険しに行く話なんですけども、アニメの内容めちゃくちゃグロいのに絵がすごい可愛いんですよ。ちょっとそそられたでしょう。ちょっと気になった方ぜひ見てみてください。で、メイドインアビス風にはじめ社長を描くとこんな感じでございます。どうぞ！うめえ！うめえこれ！めっちゃメイドインアビスっぽい。メイドインアビス見た人ならわかると思いますけど、めっちゃうまいな、これ。レグっていうキャラクターがいるんですけど、ロボットの。レグミがちゃんとあるけど、めっちゃ可愛いし、所沢の着ぐるみ着てるし。あー、これ
れはこれは嬉しいわ。メイドインアビスめちゃくちゃ絵が可愛いんですよ。こういう感じの子ばっかり出てくるんですけど、結構グロいんですよ。この絵のタッチで気になった方はぜひ見てみてください。さあ、続いてはワンピースでございます。ワンピース。結構絵がわかりやすいというか、なんかこの目がガッと見開いてると言いますか、はつらつとした感じの絵のイメージがあります。ワンピースのはじめしゃちょー。見ていきましょう。こちら、ルフィやないかい。ルフィやないかい、これ、もう。あれ？ワンピース君のはじめしゃちょーっていうか、ルフィですね。ああ、でもやっぱ主人公みたいな感じで描いていただいたんでしょうか。確かになんか特徴部分的には、はじめしゃちょーっぽい感じで出てますね。ピアスもちゃんとありますし、なんか顎の輪郭とかもね、ちょっとルフィより細くなってる気がしますね。ただ、これはルフィですね。うまいな、もう。うますぎてもう、ルフィにしか見えないよ。さあ、続いてがですね、鬼滅の刃でございます。さあ、もうすぐ遊郭編が始まるということで、ワクワクしてるんですけども、鬼滅の刃もね、結構、和のテイストとかがあるイメージなんで、和風なのかな？ちなみに僕、推しキャラは炭治郎です。では見ていきましょうか。はじめしゃちょー、鬼滅の刃バージョン。どうぞ！善逸やないかい。善逸やないかい、これ。こんなで善逸やないかいけど、服がちゃんと YouTube の再生マークになってるな。炭治郎でもないし、善逸、あ、でも確かになんかぽい気もしますね。内気な部分とかありますし、炭治郎っぽいし、でもなんか、確かに水の呼吸というより雷の呼吸の感じはあります。剣からは、はじめんという文字がちらっと見えております。いや、素敵です。ありがとうございます。うまー！うまいけど、これはもう、善逸ですね。上手です。ありがとうございます。さあ、いよいよ最後でございます。最後は、東京リベンジャーズ。もう、実写映画も最近やっておりますし、漫画ももういち早く全部読んでおります。もうほんとね、いいよ。俺、不良漫画とかあんまり好きじゃないんですよ。怖いし。混ぜるな危険、不良とタイムリープものを合わせたという、もう、本当にキャラとかも素敵なアニメでございます。東京リベンジャーズ。果たして、はじめしゃちょーは、東京リベンジャーズ、どのポジションなのでしょうか？いきます！こちら！はい。おー、なるほど、なるほど。マイキー味がありますね。多分、肩のここも、はじめって書いてあるんでしょうね。おー。いいね。なんか髪型もちゃんと俺っぽいと言いますか。俺こういう、なんか止めたりしてるんですよ。たまに。まあ嬉しいな、これは。なんかマジね、東京リベンジャーズ見てるとね、なんかまっすぐな不良にもなってみたかったなっていう思いがちょっと芽生えちゃうよね。いやー素敵です。ありがとうございます。ありがとうございます。これ一人で描いたんかな？こんないろんな作画一人で描けると思う。やばいよ、この人、マジで。いや、素敵なアニメ風イラスト、本当にありがとうございました。いや、個人的にはジョジョとメイドインアビスはマジで特徴掴んでるなと言いますか、いそうな感じがめちゃくちゃ嬉しかったですね。いや、他のもいるんですけど。いや、メイドインアビスとかこれすごいよ、マジで。俺これさ、アイコンにしよっかな、LINE の。よくこんな、特徴のない男をここまでアニメにしていただけました。ありがとうございます。はい、アニメ好きみたいな感じになってますけども、僕、ワンピース見たことないんですよ。もう、ジョジョもナルトもカイジも、ワンピースも見たことないんですよ。結構ほんとなんか王道系があんまり見る気になれなくて、見ます。